あんたの一番大切なもんを取り上げると言うてますのや。何のことぜ、わしの一番大切なもんて。お母ちゃんをいじめたらいかん。お父ちゃんは嫌いや、大嫌いや。思いもよらないキワの企みを岩子は知ることになったのです。大切なもん言うがこのことか。わしの一番辛いこと言うてこのことを言うかか。お父ちゃんは嫌いや。そして綾子が10歳になった年の3月のことです。お母ちゃんが急に倒れた。お母さん、どういたわな。お母さん、お母さん、宮下先生呼んでき。上場先生やね。わしは行き、神さん大将探してくれ。お母さん、お母さん、お母さん、お母ちゃん、母ちゃん。うち産婦人科やないといかん言うて。大将、どんな様子じゃ。今奥で見てもらえるとこです。先生、どこが悪いがですか。赤ん坊の頭ほどもある子宮筋腫が一生収束や。子宮筋腫、あの病状では長いこと出血があったはずだったけんど、おまん気がつかんかったがか。つまり悪い病気いうことですろうか。これから手術や。手術。はい。ご主人ですか。はい。手術は3時間ほどかと思いますけど、長い間の出血で貧血症状もありますき、万一の場合を考えちょってください。万一って。病態は手術は終わった。えらい長かったようですけど。沖谷さんはこの後2時間ほどが山場と思います。2時間11時頃には麻酔から覚めるかもしれんけど、しかしそれで意識が戻らんかったらちょっと危ないかもしれん。今日はいくつやったかな。65じゃ。やっぱり意識は戻らんな。もう1時間ぞね。お母ちゃん死んだらいかん。カンフル、はい、皮下注射。
れたが。長いこと待たせたね。お母ちゃん。わしわかるか。岩子、意識が戻ったぞ。お前ですか。キワ、キワ。ごめん。はあ、なんじゃ。あやこ。あやちゃんならここにおる。ごめん、どういうこと？あやちゃんが。どういう具合は？日ごとに気分はようなります。そうか。まあそう言うたら夢に綾子が出てきたがやて。聞くに聞いたがですか？ああ、もう綾子。お母ちゃん、これ学校の帰り道に咲いちゃったがよ。いつかお母ちゃん、都亜生が好きって言おったの思い出したき。あや子、ごめんで。ごめんて？悪いお母ちゃんやと思うて。あや子はこんなに優しい子やのに。どういてお母ちゃんが悪いが？そこの花瓶に行けてくれるか？うん。あんたにも悪いことをしたと思っちょります。わしにも。あんたが綾子を思いゆう気持ちはよう分かっちゅうきに。おまんがねうちゅう間、わしもいろいろと考えちょった。考えたて？初めて会うた時のこと。造り酒屋の脇のボロ小屋で暮らし始めた時のこと。いろいろあったけんど、ここまで来れたんはやっぱりキワが追ってくれたからだと思う。来月には秋彦と胡蝶が祝言を挙げるき、帯屋町の出張所を任すことになる。わしらも一緒になった時のようになれたらて、そう思ったがよ。もう一度やり直したいがよ。本気で言うがですか？ほらお母ちゃん、綺麗やろ。ありがとう。こうして二人はもう一度やり直すことになったのです。
疲れた。足元気をつけて。帰りなさい。大丈夫ですき。秋彦、帯屋町の出張所の方はどういた？両吉さんに頼んでありますき。退院おめでとうございます。ありがとう。さあ、しかし大将、陽気炉の旦さんから使いが来て大将に来てくれと。今日は無理やき、明日伺う言うてくれ。旦さん危ないらしいがです。行ってくるき。そしてその忙しさとともに岩子の評価も高くなり、人に頼りにされるようになったのです。よう来てくれた。どういてもおまんに話したいことがあるがよ。わしに何か？わしはもう長いことが大き。何を気の弱いことを言いゆうがですか。他に頼めるものはおらんがや。こいつは大学を出たいうだけで何の力もないき。お前しかおらんがや。頼むで。わかりました。わしが責任を持ってボンボンを一人前の男にしてみせます。義理人情を大切にする世界、それに加えて多忙のせいもあって、岩子とキワは以前にも増してすれ違いの生活が続くことになったのです。こうして陽気炉の主が亡くなった翌月、陽気炉に近い浦戸町に事務所を設けることになりました。お、それ長椅子はここや。ほんで外の棚は奥の壁のとこや。どこ置いたらいい？おー、ひとまずこの机の上に。あ、ちょっと待っちゃって、この服や、服器、雑巾どこ？あ、奥も台所や。そこはきれいに掃除してありますき。誰？こっちの仕事を手伝ってもらうことになったおてるや。山崎てる言います。どうも。おい、はい、そのこの右この書類は結構関係ある。どちらと何お願いします。はい、壁にぶつけんよう気をつけてください。おい、ルクシー。はい、陽気炉の旦さんの固めにもらった梅の木はどうなっちゅう？それでしたら向こう出るときに植え替えが来ちゃいましたから、今頃は植え替えが終わっちゅうと思います。おか、これが陽気炉に咲いちょった梅？ああ、けどこれだけの木が無事つきますろうか。富田屋さんでしたら心配ないですき。生木というもんは不思議なことに家の運が傾いたら一緒に枯れる。家の勢いが良ければほっちょいてもすぐに根を下ろしますき。家の勢い。ほんならわしらこれで。どうもご苦労さんです。ご苦労さんでした。そうや、これ少ないですけど皆さんでタバコでも買うてください。心づけやったら浦戸の姉さんからもろちょります。浦戸の姉さん、確かおてるさん言うちょったね。ええ、浦戸の事務所におてるさんいう人がおるがですか？ええ、帳簿の方の手伝いをしてもらう人を頼んだ言うちょりましたき。その人はないのか？
帳簿の手伝い。満州の方の仕事もこうなりましたき、人手が足りひんいうことで。そうですか。そしたら、どうも。どうもご苦労さんでございます。うまく根付くやろうか。なんとしても根付いてもらわんと。お父さん、まだ帰らんが？忙しいきね。神、まだ抜けるが？薬が強いき、仕方がないがやと。けんど大丈夫よ、お母ちゃん神が多いき。そうやね。そうや、あやこ、今日はお母ちゃんと寝よっか。ほんま？お父さんおそらく事務所の方に泊まると思うし。なあお母ちゃん。何？うち芸人の子言うてほんま？誰がそんなこと。学校で三郎に言われたが、そうやから音楽が得意ながやと。そうなが？そんなことあるわけないろ。その三郎ゆう子はどこの子や。そんな嘘の皮言うて女の子をからかうようなが。お母ちゃんしたいって文句言うてきちゃるき。そう、よかった。うちもしかしたらそうやないかと思うて。そうですか。そういう事情があったかですか。いつか分かることやと思う中がですが、もしそんなことを綾子が知ったら、あの子に何と言われるかと思って。今まで何で騙しちょったがてうちを恨むろうか。ほんまのお母さんはどこにおるがと言うてうちから逃げ出していくような気がして。つまりまだ本当のことは知らせとないいうことですね。話す勇気がないがです。戸籍はどうなっちゅうがですか。それは私どもの自主ということで届けてあります。そういうことやったら何も心配することはないと違いますか。事情はどうあれ、あやこちゃんはお母さんの子ということですから。そうですろうか。三郎や他の子たちが人の家のことをとやかく言うたら、私がきちっと言い聞かせますき。ありがとうございます。こんにちは、佐藤先生。ご無沙汰しております。どうしてここに。中村先生は私の教え子ながです。お知り合いだったがですか。そうですかね。あやこちゃん、もうそんな年になりましたかね。うちにはもったいないくらいええ子に育ってくれて、学校の成績もええらしいです。そうですか。それはええことです。女性の自立には学問は大切ですき。学問？自立？こう言うたら分かりやすいかもしれんね。命を運ぶと書いて運命。この運命は命を誰かに運ばれる。つまりこれまでの女の生き方。それに対して命を使うと書いて使命。これは命を自分で使う。これからの女は人に命を委ねるのではのうて、自分の命は自分で使うがです。それが自立です。自分の命を自分で使う。そうです。世の中は日々変わってきちゅうがですき。
男の世界に振り回されて生きていく時代を変えるためにも学問は大切ながです。学校の先生のとこへ行ってきたがやけど。彩子のことがか。先生は周りの子に彩子のことをからかわんようにと言うてくれるようやけど、うちはそんなことは心配しても始まらんき。なるようにしかならんがじゃき。なるようにっていずれわかることやと言うたがよ。けどうちはそんな気持ちにはなれんがです。あんたは血がつながっちゅうから気にならんかもしれんけど、うちはこの先どうなるかと思ったら夜も寝られんし。わしは今から事務所に戻らんといかんがや。帰りなさい。おお、彩子、今は学校から帰ったがか。ううん、今日は午前中で終わりやき、今本屋さん行っちゃったとこ。おお、難しそうな本やね。第一工場に行くにはこのくらいの勉強せんといかんき。第一工場に行くがか。ああ、彩子やったら間違いのを入れるろ。賢いきね。おや、彩子にお土産があるがよ。うちに。ああ、先週満州に行った紀子に頼んじょったがが今日届いたがよ。ほら、琥珀のブローチじゃ。ブローチ。ああ、第一工場に行くようになったら使うたらええ。これからまた仕事。うん、彩子のために頑張らんといかんきね。ああ、本が欲しいなったらいつでもいいや。なんぼでもこちゃるき。うん、行ってらっしゃい。うん。どういたが。お母ちゃんが見よったが。お母ちゃんが。ちょっと見たら女の人の絵があったき。ナイチなんとかいう。ナイチンゲールのこと。そう、その人はどんな人。小さい時から情け深い人で、戦争で怪我した人、敵味方のを助けた人。えらい人なが。そりゃ看護師さんの鏡長やき。そうか、女の人でもそんなに偉いがか。なんでそんなこと。別になんちゃない。おなごに髪が抜けるがを気にするなというがは無理なことかもしれんけんども。ああ、このおもたせの酒いただいてええか。はい。おう、ばあさん、そこのビーカー取ってくれ。この頃は手が震えるようになってしもうて、宮下委員も開店休業、楽しみはこれだけや。おお、うまい、ええ酒や。あ、そういや、岩子はどうしゅう。しばらく会うてないが達者でやりゆうか。10月に浦戸町に事務所を設けましたき、この頃はそこで仕事することが多くなりました。そうか、土山線も高松高知間が開通したき、花町もにぎやかになってますます繁盛やのかもしれません。うん、はい、これお薬ですき。おおきに。じゃがの、今度のことで岩子も気が気じゃなかろうの。今度のことって。このポスターを見てみ。今月の見解が補助制度を廃止の決議をするという話や。新規や大変な大騒ぎになるよ。そうやないかい。交渉制度廃止言うて遊郭がのうなるがですか。知らんかったのか。なんでも見解を通すために各
政界と強風界の連中が県会議員の票集めをしとるらしいが、人身売買の禁止、社会風況上の敏乱、国際的秩序たること、つまり交渉制度は時勢に順応せざる悪制度なり、なるべく速やかに撤廃されるようお取り計らいを願う。これは強風会が用意する意見書です。おそらく今年の暮れの議会に提出すると思われ。何が国際的秩序かい。まるでわしらいかにも悪者みたいに書きよって、悪いな娘を売る親ぞね。向こうがそんなもん出す言われたら、こっちもその意見書にも出したらええがや。こっちの意見書でいかに遊郭が必要ながかを訴えるがよ。大体が遊女いうもんは用の東西を問わず、それも大昔からあるもんじゃき。ああそうよ、人身売買というが、それは物の考えようよ。わしら貧しい親を助ける娘の親孝行の手助けをしようがじゃき。またそうそうじゃ。下流病の件を申し立てたらどうやろ。真珠の女郎は町で客を拾いう女子に比べてずっと性病が少ないがやき。ああ週に二度きちんと検診もしゆき。大佐さんはお先にしときました。今日は寒いですし、一杯ぐらいでしたらいいですろ。お気に、みんなにもついじゃって。大声で反対しとった赤岡町の中島優議員、賛成に回ったいう話ぞ。それは強風会やキリスト教の奴らがそうさせちゅうがや。ということはその辺に睨みを聞かしとけば映画と違うか。なんちゃ心配することはないがです。心配いらん。そうです、交渉制度が禁止されたら、つまりは町に支障が増えるだけのこと。ただでさえ大なってきた支障がこれ以上増えるとなったら警察の方も困るろうし、それに調べてみたら、これまでに県議会で交渉廃止案を承認したが、福島、福井、石川ほか、まあ十数件ほどありますけど、そのほとんどが決議だけで実現はしてません。ここまですか。ね、けど群馬や埼玉は廃止しちゅうき。そやき、仮にそうなっても慌てることはないがです。抜け道がありますき。抜け道とは。皆さんは貸し座敷の看板を裏返して料理店とし、加害中将棋は監察を返上して釈夫とすれば何の問題もないがです。ほんまかいな。おかみはわしらのことをちゃんと考えてくれてます。警察署長にボンクレの挨拶を欠かさんのはそのためですろ。おお、まことはそうそういうことだわな。さあ一杯やってください。いやもう安心したわ。飲め。今日事務所で新地の旦さんらの集まりがあった言うてほんまですか。交渉制度廃止の話を聞いたがか。宮下先生の話では議会では通るかもしれんと。去年名古屋の中村遊郭で中島楼が火事になったか覚え中がか。ええ、建物が焼けたことでそれを機に41人の将棋を解放したかやけんど、その41人のうち40人は今でも町に立って客を取りゆそうや。自由になっても行くところがないいうことですか。廃止を唱えるもんは世の中の現実を知らんもんばかりやき。おまんの言いたいことは分かっちゅう。女どもがかわいそうやと言いたいがやろ。けんどもうこれ以上どうにもできんろ。わしがよかれと思ってこの世話しても、貧乏人は娘を売った金で浮かび上がれずにまた同じことを繰り返す。貧乏人に入った金はすぐにどっかに消えていく。それはわしやち口惜しいと思うちゅうことや。どっちにしても金がないことにはどうにもならんがよ。そして翌日から交渉制度廃止のために県会議員を口説き賛成票を集めようとする強風会と、それを阻止しようとする
高知の貸座敷業者とのいさかいが繰り返されたのです。先生は忙しいがやき。また来や。合わせてください。あんたらで面倒なかしか。先生、先生、先生、そしてこの年の12月26日。大将、議決はどうやった？それが結果は出たかやろ。それが可決されたようで。交渉制度廃止が13-8で可決されたのです。こっからが正念場や。みんなに声かけに行くで。へい。しかし廃止が可決されたものの、岩合が予測した通り実現することはなく、結局遊郭は平然と営業を続け。所長、これからもよろしいご指導をお願いいたします。分かって分かって。交渉制度廃止は絵に描いた餅となり、県議会の決議は県知事の交代とともに葬り去られることになったのです。そして年が変わって昭和11年。おてるさんとお母さん知らんかったが。お母さんも人がええがやね。いくら出戻りの女子でも30前の女子がお父さんのそばにおったらそういうことになると思わんかった。いや、昨日満州から帰ったばかりで忙しいがよ。それで、つまり兄さんがおてるさんのとこに泊まることが多なったということ。多なったというより、この頃では家に置いてある証書とかを取りに戻るだけやき。何も心配せんでも映画と違うか。まあ確かにあの二人は多少のことはあると思うけど、兄さんが惚れるような女子とは違うき。まあ家に戻らんというがは仕事が忙しいということもあるがやき。お母ちゃん、そっから300円出しておいてくれるか。あ、金庫の番号は何番やったろ。この前教えたのが。知らん顔してほっちょいた方がええがと違う。友吉大の時みたいにこと荒立てたらかえってこじれることになるき。うちは心配してきたかと違います。どういう人かを聞きに来たがよ。どういう人？そうよ、どういう人で。元芸者しよって室戸に男の子が一人おる言うて聞いたけんど。子供がおるが？そうよ。そやから気にせんと。兄さんが子持ち女に真剣になるはずないろ。まあ強いて言うたら芸行しよったこともあってよう気がつく言うことがね。それに女才ないというか。あいたか。あかんき。おまんも間に合うやつやね。浦野町のおてるさんは少しは見習うたらどうで。お父さん今日も帰らんが。どういて。そうやち、お布団一つしか引いてないき。うち一緒に寝てもええ。そうやね。ほんならうち枕取ってくる。うん。お父さん。お母さんは奥におる。そうか。浦戸町に泊まると思うちょったき、すぐに渡航しきます。しかんでもええ。今日はお前に相談があって来ただけやき。うちに相談って。来月彩子は5年生になる。それが5年生になったらすぐ6年になって次は高等女学校や。そのためにも彩子を浦戸町から学校に通わせたいがや。なんて言うたがですか。そうやから彩子を事務所に置きたいと言いゆうがや。
んなこと。うちのそばにおったらいかんがですか。わからんか。確かに綾子があんたを嫌いになるよう仕向けたこともありますけど、病気してからは綾子にあんたの悪口を言うたことはないですろ。そんなことはようわかっちゅう。けんど問題はおまんが紹介業を卑しい仕事やと思っちゅうことや。卑しい？秋彦が言うちょったが、お前仕事を減らせと言うたそうやないか。それはつまりわしのことを見下しちゅういうことやろ。わしのことを軽うみ言うもんと一緒におったら綾子が懐くはずもないろうが。そうやろ。うちから綾子を取り上げる言うがですか。綾子はわしの大事な子や。一緒にいたいと思うのは当然のことやろ。うちは嫌です。そんなことうちはさせんき。ほいたら綾子が浦戸町に来たい言うたらどうする。綾子がそんなこと言うはずがないです。どういてや。そんなことわからんろ。綾子、明日も学校が終わったら事務所の方に遊びに来たらええ。またお前の好きな本を買うちゃるきね。置いたらわしはこれで行くき。待ち行きね。あやこ、あんた浦戸の事務所に遊びに行ったが。お父さんが何度も来い言うき。お帰りなさい。大将から迎えに行くように言われたがよ。行ってもええが。行ってらっしゃい。お母ちゃん待ちゆうき。良吉頼むで。へい、こちら。はい、行ってきます。ですか。さあ、彩ちゃん、入ってや。彩子、よう来たね。彩子ちゃん、また来てくれたか。おばちゃんずっと待っちょったがよ。こんにちは。こんにちは。おてる、さっき買うてきたもんどいた。あ、そうそう、これこの前来た時いよったろ。いよったもんて。オルガンが好きでいよったろ。オルガン買うてあげたかったけんど、おばちゃんにはオルガンは無理やき、これにしたがよ。なんやろね。おお、ハーモニカや。オルガンもそのうち買うちゃるきね。あやちゃん、浦戸町へ行っちゅうがですか。はあ。おかみさん、ただいま帰りました。ごめんなさい。あや子は一緒と違うが。あやちゃんは大将と陽気路へ行きました。陽気路？よろしくお願いいたします。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 ほんなら行きます。Thank you.
ちゃんに何を話すがですか。貧しい家の娘がどういておまんのようになれたがか、愛子に話しちゃってほしいがよ。なんでまたそんなこと。愛子はキワと同じでわしの仕事を誤解しちゅうき、出世頭のおまんからわしの仕事を愛子に説明しちゃってほしいがよ。これ鏡町のお菓子屋さんので美味しいがよ。レコード聞く？うん。チンソーしかかけれんけど。ここにおって楽しい？そりゃ楽しいよ。なんで？綺麗な着物を着れるき？そうやね。それもあるし、三味線とか踊りとかもあるし。お父さんのおかげなが？そうや、うちがここまで来れたがはお父さんのおかげやき。あやちゃんのお父さんは偉いがやき。切符はええし面倒見もええって、世話になった芸妓さんはみんな感謝しちゅうがよ。偉い思うちゅうがは芸妓さんだけやないがよ。ここの若旦さんかて頼りにしちゅうし、こっちじゃ知らん人はおらんがやき。なんかあったか？あやちゃん、陽気楼に行くのは初めてながですか？うん。どうもろか、ああいうところへ行ったら。罰が当たったがかもしれん。罰って？あや子のことを大切にせんかったき。どういてですか？お母さんは誰よりもあやちゃんのこと大事に思うちょったじゃないですろうか。確かにそう思うちゅうけど、そうやなかった時もあったがよ。どういうことですろう。所詮血は水よりも濃い、頼りになるがはほんまの親。懐いてないようでも心のどこかでそのことが分かっちゅうがかもしれん。お茶入れてきますき。おかえりなさい。おかえり。ただいま。陽気楼へ行ったがやとね。どうやった？ソメちゃん、うちは芸者さんなんてなりとうないき。どういうこと？あやちゃん、お父さんにはっきり言うたがよ。お父さんとは一緒に住まんと。うちはお母ちゃんとがいい。そうやからうちはずっとここにおる。ほんまか？ここにおってもええがやろ。当たり前や。ここは綾子の家長屋き。